彼の意見は最もです今日は本社で会議がありますあの人は日本銀行の総裁です彼女の登場で会場は盛り上がったね交通費は個人負担です明日病院に検査に行くので少し不安です 彼の意見は無視されたよ。社長自らがその会社と交渉したよ。彼は靴のメーカーで働いています。この5種類から選択できます。仕事の見通しが立たない。先月の利益は200万円でした。 理解してくれてありがとう被災者を救うための特別な措置が取られましたその計画に対する反対の声が高まっているわ最近教育レベルが低下していますこの場合保険が適用されますか女の子は話し方まで母親に似るわね 今の経済の動きを分析しています。彼は明日、メキシコへ立ちます。私は旅行から多くの知識を得た。知っている範囲で教えてください。額に汗をかいたよ。夜中もテレビで台風の報道をしていた。 労働者がストをしたそうだよあの会社は目覚ましく発展しているねテレビで日米野球をやっていますよ子供が老人の手を引いて歩いていたの自分のレベルに合った授業を選んでください教授は フランス文学の専門家川の上流は流れが速いよ新幹線の速度はどれくらいですか私は父を目標にしています彼女の様子を見てきます彼は建築家というより むしろ芸術家ねその仕事に多数の応募があったよ警察は犯人を特定したらしいよその事件の直後捜査本部が設置された彼は高校時代からの友人です状況はますます悪くなったね その雑誌は年に4回発行されているんだ旅行中は身の安全が第一ですこのビルは大地震に耐えられるでしょうか半導体はさまざまな製品に使われているよ新しい内閣が誕生したね その会社はいろいろな国に投資を分散しているね私は哲学を学んでいますこのあたりの家賃の相場はいくらですか彼は素敵な男性ですあいつが犯人ですニュースでは標準語が使われるの 彼はしっかりと責任を果たしました彼は名の通った会社に就職しました平均で一日に8時間ぐらい働いています途中で30分ほど休みましょう彼はその問題を容易に解決したわ 先日会社から独立しました雨はだんだん強まります課題は7月5日までに提出してください彼はイギリスに派遣されました彼女はこの小説の主人公のモデルです その件は終わったと認識しています。サッカーは団体競技です。彼の父親は先生です。ここが話題のレストランです。イタリア旅行の費用は三十万円です。彼はこの国に 平和をもたらしたのよ。私が司会を務めます。彼は先生に反発していたよ。彼はとても表情が豊かですね。私は彼のやり方には不満です。複数のレポートを一つにまとめています。 その国では英語は通じますかまだ料金は払っていないけど車の部品を取り替えたんだ針に糸を通してくださいメートルは長さの単位ですその国の政府は各国に支援を要請したのよ 前年に比べて利益が上がりました。あの男の態度にみんな呆れてたよ。法律は私の専門です。応募者の年齢は問いません。入国手続きが終わりました。人はそれぞれ考え方が違います。 彼の家は台風の被害にあったの。来週、妻の実家を訪問します。彼女の人生は苦労の連続でした。一ポンドは四百五十四グラムに相当します。彼はトップの成績で合格しました。 私の免許は来年まで有効です。彼は数学の博士だそうです。この商品はトラックで輸送します。最近、日本は健康ブームです。月の表面にはクレーターがたくさんあるね。 怪我を防ぐためによくストレッチをしてください。この製品は有害な化学物質を含んでいるわよ。ようやくゴールが見えてきました。昨日株価が暴落しました。彼はチームの一員です。